はいどうも、セブンナイツ大好きおじさん、ルーです。今日もね、セブンナイツやっていきますよ。で、今日やるのは、連載企画、イニシエの塔を登りましょうです。こんな名前だったっけ。イニシエの塔をね、ガツガツ登っていきたいと思いますよ。ちょっとね、テンション高いのはね、 MacBook Air が届いたからです。MacBook 使ってね、これはこれでね、できることがあると思うんでね、ちょっと、考えて、ちょっと使ってみたいなと思っております。はい。画面の録画がね、簡単になるんでね。なので、それをどううまく使っていくか。縦画面の録画が簡単っていうのはね、いいよね。変な余白とか出ないで撮れるから。パズドラとかね、モンストとか撮るのにちょうどいいなと思ってます。フェイスタイムを使って、顔出しでっていうのは、ないと思うけどね。今んとこないね。おっさんの顔なんて誰も見たくないだろうしね。はい。というわけで、チャレンジしていきたいと思います。今日は98回から。何回までいけるかね。20分ぐらいをね、目安に、区切っていきたいと思ってますんで、お付き合いください。これクリアすると星5から6のキャラか。どうだろう、これもう三国志キャラ出んのかね。諸葛亮とか出たら喜んじゃうね。セブンナイツが出たって話はあんまり聞いたことないけど、出んのかな。ちょっと登ってみましょい。とっと。いつも通りアリーナ場で。キャース、どんどん。オートスキル解除。闇の中でお仕置きね。ガンプレー。うわー。はい。解除した方がいいか。終わりだ。大変。ガンプレー。覚悟を決めろ。大変。おお、クライミングされた。マジコール使うの使えないの。ダメか。ガンフレイ、ガンフレイ、行くぞ。よくされた。衝撃だな。行くわよ。行くわよ。なんでこんなブロック性能高いの？ニア。私にかかればイチコロさ。これここ。状態異常免疫って書いてなかった？ガンフレイ。ガンフレイ。これ状態異常効かなくなるね。あったね。状態中で、全体攻撃効かなくなるやつ。マジで状態中効かないね。よし、行くわよ、行くわよ、行くよ。覚悟を決めろ。これで行くわよ。倒せないんだ。倒しきれたと思ったよ俺。気絶してんのかい。行くわよ。行くわよ。こいつの攻撃に術とか入るんだっけ。ビクトリアの攻撃ってやばくね、こいつ。何？行くぞ。ビビったわ、マジで。でもまだ一回も誰もね、やられることなくクリアするんですよね。 OK です。大体敵の手の内は見れてるから。
そう、合成だな。合成か売却かだな。うん。さあ、99回。ここをクリアするとね、ルビー180個ももらえちゃいますよ。さあ、何が出る？勝利を我が手に。じゃあ。ガンフレガンフレ硬いな。弱点攻撃でルディが狙われるってどういうことなんだろう。我に勝利の導きを。はい。さあ、や。何？はい。さあ。覚悟を決めろ。タイガー。や。我に勝利の導きを。行くわよ。走れ。やっべえダメージ食らった。みんなちょっとだけ残ってるよ。なんてこったって感じだよ。反撃しないんだソロモン。ガンフレマジックボール。幸運が共にあらんことかな。行くわよ。あ、入ったね。行きます。サッカー。グランドバッター。はい。さあ、や。何？はい。さあ、これはどうかね。全然。行きますよ。クールタイム減ってねえ。マイクロレ。三加点。ガンフレ。ガンフレ。クール。倒された。ガンフレ。やだ。やだ。オッケー。3分かかった。もうだんだん時間かかるようになってきたね。キツネに包まれてみたい？よし。ルビー180個ゲット。さあ、あと21回ですね。で、ここで解放されたジークの魔剣。まあ、何が出るかだよね。敏将が欲しいかな。23でも敏将が欲しいかな。やっぱ2軍の選手にね、装備させる武器としては、素晴らしい武器だと思うんでね。まあ、欲しいかな。エスパーダがいいのか。でも、魔法キャラが、風炎と、ユリだけだから、なんとかなるでしょう。いきます。安らか眠るがいい。ガンフレイ、ガンフレイ、終わりだ。やっ、神の名において。マイクロリア三加点。あ、通らなかった。神の名において。覚悟を決めろ。タイガー。タイガーネイブブロックされたらな。行くわよ。きついな。
なかなかきついな。スキルを使ってないやつがやられた感じですな。もう倒しちゃおう。オッケーオッケー。マジックボール。安らかに眠るがいい。死んでみる。そう。ほらほらほら。行くわよ。もうかなり入ったね。まさか。終わりだ。ダメージいいね。何おいて。恐ろしいな、ブラックローズ2体とか。覚悟を決めろ。はい。面倒な。まだもうおしまいよ。は。何？マイクロリア。参加権。ガンフレ。ガンフレ。行くわよ。行くわよ。ゲットください。よ死んでみる。そう。ほらほらほら。行くわよ。はっ。狙えなかったか。ボスにはもうあれなんだよね。状態異常ほぼかかんない。かかんない系なんだよ。ガンフレ。あールギーさよなら。とうとう俺のメンバーやられました。うらぬけまさか終わりだ。強いなやっぱりエスパーダ。ガンフレ覚悟を決めろ。行くわよ。行くわよ。ガンフレ。やっ。やられた。ガンフレ。オーケー、三分半。これあれなのかな、ルーシーとルリを入れたパーティーだったら5分とかかってたのかな。もしくはやられてたかな。おーし、敏将。よし、101回いきまーす。穴はどこ？穴はどこ？ガンフレ。本当だよ。ガンフレ。行くわよ。これで、おし、オッケー。どっちかなかった。倒せないのかい。ガンフレ。さあ、行きますよ。やべ。ガンフレ。あ、防御か。うわ、チムチネ。ガンフレ。ガンフレ。マイクロリア。参加権。覚悟を決めろ。全然当たんねえ。耐えられない。ダメージダウンの効果大きいな。行くわよ。
なかなかやるやん。沈黙は入らないな。行くわよ。終わるわけには。行け。マイクロレス参加権。ガンフリー、行くぞ。ラヌケ、行け。終わりですわ。ご存知です。ガンフリー、終わりだ。デバフ切れたから、あれでもブロックされた。よっしゃ、3分30秒、結構かかるね。次で終わりかな。やっぱ4階層ぐらいしか登れないね。素晴らしい。次のクエストが進まなくなるから。そうだよね、98からやってんだね。99100101102か。だから5階層か。5階層で終わりかな、負けなければ。負けたら終わっちゃうんだよね、そこにね。また星5、6キャラか。よし、今度こそいいキャラを。勝利を我が手に。ガンフレ、不思議な組み合わせだな。行くわよ。我に勝利の導きを。はい。犬が走った意味が分かんないけどな。なぜ犬が走ったの？逃がさないぜ。そう、ブロック。アナ、行くわよ。とりゃ。行くわよ。悪じゃねえか。悪じゃねえか。行くぞ。行け。オーケー、優勝になった。これで即死で死ぬことはなくなった。いけ、マジックボール参加権。セブンナイツのために。いくわよ。このアラゴンめっちゃ強いんじゃなかったっけ。ガンフレグランドバイパー。はい、さあ、うん、撃て。終わりだ。行くわよ、行くわよ。オーケー。あー、ダメ食ったか。まあいいや、どっちにしよう。行くわよ、行くわよ。回復はしたい。おい、なんで使えないんだ。はっ、何。行くわよ、はっ、行くわよ。はい、はい、はい。オーケー。ガンフレ、はい、ガンフレ、覚悟を決めろ。タイヤ、ガンフレ、行くぞ。タイヤグランドバイパー。
倒せんじゃねえ。てりゃ、はい、たの、いくぞ、かっの、たの、OK、ラヌの、いった。ふぅ、ここでは誰もやられなかった。まあ、即死でやられたからな、さっきはな。ビクトリア、ちくしょう。まあでもビクトリアは8枚は足りてないからな。まあいいでしょう。はい、というわけでね、102階まで登ってまいりました。今のところね、いっぱいもすることなく来れてるんで、このままのペースで120階登っていけたらなと思っております。ご視聴どうもありがとうございました。次回は103階から挑戦していきたいと思います。バイバイ。